しょうか。もう分かったよね。うん、もうみんな分かってると思います。サムネを見てるので。そっか、サムネ見てるのか。うん、ね、ね、じゃあ今日は筆箱紹介をします。ね、いろいろね、まあリクエストとかもいただいてたんですけど、まあ、しほちゃんはまだね、あの去年は1年生で今は2年生なので、あんまりね、筆箱って言ってもこうみんなのようにねおしゃれなものを使ってるわけでもないので、まあ、あまりね面白くないかもしれないんですけど。そう、汚いからね。そう、汚いしね。だけど、ね、あのね、せっかくね、あの見たいって言ってくれる人がいるので、一応ね、あの紹介してみたいと思います。しょうちゃんは1年生の時に1年間1つの筆箱を使ってました。それがこちら、こちらです。これを1年生の時にずっと使ってました。裏見て、裏きたま、きたま、きたま。で、りみちゃんがこれね気に入ってるみたいで、なんか気に入って1年生の時使えるのがすごい。でも汚いからさ、りみちゃん新しいの買おうよ。ね、中身は新しいの。うん、水色じゃなくていいの？ピンクでいいの？これ水色もあった気がする。うん、ピンクがいいんだ。で、中がね、水色なんだよね。え、え、水色？ほら、そうそうそう、そうね、だから。で、ちょっとこれ今、しほちゃんが家で使ってるようにちょっと汚い鉛筆がやっぱ入ってるので。え、これ家で使ってない。使ってないの？これ家に、いつもね、学校でね、筆箱忘れてた時に、あのね、なんかね、ここね、落書きしたの、うん、ね、汚いよね。うちいつもなんか落書きするの。 ね、一応プリパラの鉛筆も入ってます。見て、ハート。うん、あ、そうそう、それで、え、ハートどこの、ハート、あ、ほんとだ、ハートが書いてある。うち落書きしたの。落書きしてあるペンで、ここに落書きね。で、あ、ちょっと一つ、このね、マスキングテープが貼ってあるところは、ごめんなさい、名前が書いてあるところなので、これを見つけたら名前が書いてあるんだなと思ってください。ね、ちょっとそれだけはちょっと隠しました、事前に。はい、じゃあ、で、この筆箱を使ってから、次に使ってたのが、こちら。このリボンがね、いっぱい、いっぱいじゃないけどね、書いてある筆箱です。こんな感じ、うん、両面だね。これはいいですね。うん、そう、それは片面で、今度両面がいいっていうことで両面にしたんだよね。で、それは鉛筆削りと、わ、汚っ、一段と汚いね。ねえねえ、鉛筆ちっちゃいでも超汚い。ねえ、汚い。だってずっと使ってたんだ。そうだね。こっちの方が綺麗だね。そうだね。これ汚いね、ほんと。ちょっと汚さを。わ、来たな。あ、鉛筆入ってる。あ、しかも全部プリパラだ、鉛筆は。だって、ね、この時は昔はずっとプリパラの鉛筆を使ってました。これ裏はこんな感じ、なんかキティちゃんの名前ペン入ってます。え、うちそれ前使ってなかったの。あのね、キティちゃんのね、名前ペンはこっちに入ってたんだよ、ゴミとして使ってた。あ、そっかそっか。あのね、うん、ここのお味、うん、ここね、プリパラの定規とプリパラのキャップと、うんうん、入ってました。そうだね、筆箱以外はなんかプリパラを一時期すごいずっと使ってたね。で、ここプリパラのキャップにやった、うん、赤青鉛筆と、うん、あとマッキーペンと、まとまるくんの消しゴム、うん、はい、じゃあそれでこのね、筆箱が、この筆箱がちょっとね、もう壊れた。ここが切れちゃって、さすがにね、ちょっともうあれなのでね、今回新しいのを買ったので筆箱紹介します。それが3、2、1、こちら、ね、今度はピンクじゃなくて、ね、ちょっと大人っぽく茶色です。でも刺繍とかはピンク。大人だよ。あ、大人じゃないけどね、まだ2年生だよ。2年生だよ。まだ2年生だよ。大人じゃないよ。6年生になったら6年生になっても子供だよ。20歳になったら大人ってなる。そう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 。で、今回はね、ちょっと見せてください。こんな感じです。かわいい。このなんか刺繍みたいなのがピンクで、すごいかわいいです。ね、こんな感じで、まだ使って間もないので綺麗です。これも両面で、この筆箱は少しね、大きめなんだよね。ガーン。ちょっと中身を出します。こんな感じ。はい、ね、鉛筆入れるところも、ハートがついてて可愛いね。ガチャで、定規、
折りたためる定規、定規を出してください。じゃあ定規広げて、これは何、30センチになるやつか。ねえねえ、この鉛筆削りはまだ使ってないそうで、うん、そう、ちょっとちっちゃめの鉛筆削りが入ってるね。で、鉛筆は全部今のところ同じハートのなんかキラキラのキラキラで可愛いとお気に入りだそうです。まだ1日しか使ってないんだよ。うん、ね、全部新しくしたのかな。そうだよ、うん、マッキーペンも、あ、これは違うね。名前ペンと、あとは赤青鉛筆でプリパラのキャップ付き。 それは変わってない。そうだね、だってこの前書いたばっかりでさ、うん、お、あのね、2個入り買ったからね、うん、まだ机にもう一個新品が1個だけ付いてない、ね、うん、で、あと消しゴムは、これは黄色い新しくしたの。新しくしたけど、これはね、もうだいぶ前に買ったけど、おろしてなかったんだよね、うん、なんか黄色もったいなくて使わなくてね、黄色が1日でこんな使った、この辺すごい買ってた。そうだね、やっぱ消しゴムはね、使うよね、一番使う、うん。どうでしたか、今日学校で使って。で、裏を見せてください。で、裏がね、まだちょっと何も入ってないんだけど、何がいいかって、このね、全部がフラットになってるんだよね。フラットっていうのは、なんて言うんだろう、ここが全部、物が入れられるスペースが広い。ここ名前なの。あ、そうそう、ここシールで名前なんだけど、で、こっち、前の筆箱はここに段がついてて、段があって、段が深いところはこのスペースしかなかったんだよね。ここがちょっと無駄なスペースだったんだけど、この筆箱はもう全部がね、あのスペースがあるのでいっぱい入れられます、すごい ね。で、そこに今度三角定規を入れなきゃね、うん、今度授業で三角定規を使うので、日本にもハサミと三角定規がいっぱいある、うん、そうだね、いっぱい入れられそうだ ね、うん、ね、丸い定規だよ、三角定規だよ。あ、そうそうそう、三角、今度はね、2年生なんだけど、三角定規を使いますね。シャーペンも使いたい。シャーペンはまだでも鉛筆でしょ、2年生だからね、うん、まあ焦らず焦らずね、今はまだね、2年生なので真面目に鉛筆を使ってますね。あんまりお友達の4年生ね、うん、宿題シャーペンにした。学校は分かんない、鉛筆だと思う。そっか、やっぱ学校は鉛筆だね。宿題いつもシャーペンで書いてる、うん、ね、いずれね、シャーペンもね、使うようになるんじゃないかなと思いますね。こんな感じでした。全体見るとこんな感じね。で、ここに授業の、あ、これちょっと出してないんで、ここに名前が書けるシールがついてる。で、ここに授業のね、時間割り表か、こんな感じでしたね。あまり面白くなくてすみません。以上、筆箱紹介でした。今度、りみちゃんが1年生になるときに筆箱をね、買ったり、いろいろ準備しなくちゃいけないから。うん。まあ、また一応それがいいみたいだけど、いろいろ見てね、決めましょう。その時またね、紹介できたらなと思います。うちの3年生の筆箱は何？いや、でもまだ新しいから、しほちゃんは当分はいいんじゃないですか。うん、ね、大事に使いましょう、ちゃんと長く、うん、大事に使いましょう、ね、うん、じゃあまた、じゃあまた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 、はい、じゃあまた、うん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。コメントも書いてください。バイバイ。じゃあまた。みなさん、こんにちは。しほりみチャンネルのじほです。じゃあ今日は、この前、自分のね、筆箱とかを買いました。ね、3年生で使う、文房具を買いました。なのでそれを紹介したいと思います。髪の毛切ってからお家で撮影するの初めて、初めてですみんなね、すごい似合ってるよってコメントいっぱいくれてたよ。うん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。うん、よかった。ちょっとね、まだ跳ねやすいね、長さなんだけど、うん、まあ、うん、うん、うん、
じゃあまず筆箱からいっちゃおうかな。筆箱はじゃん、これです。これを買いました、ねね、ここがハートじゃない、なんだっけ最初のなんか香水の瓶みたいな形のを最初ね見てたんだけど、結局最終的にハートになりました。ハートになりました。このシャカシャカで入ってるね、かわいいよね、ちょっとね。しほちゃんの好きなねピンクだし、まあ、モノトーンで落ち着いた感じね、うん、中もピンクです、ね、中もピンクでかわいいね。じゃあ次は、うん、あ、そう、キャップで、あのお買い物ね編をもうアップしてるんですけど、うん、その時にね、魚論面のキャップが見つけないってね、うん、言ってたんだけど、よし探したらあったありました。じゃあ次は、この中に入ってます。じゃあ鉛筆いこうかな。どうしよう。まず普通の鉛筆5本です、ね、ピンクにしました、ね、消しゴム付き、うん、消しゴム付きです。で、もう1本が普通の鉛筆です。めっちゃ熱い、つながってるっていうかね、赤と青の一本の鉛筆が好きなの。こんな感じです。じゃあ次は定規です。定規もキラキラの目にしました。あと消しゴムです。消しゴムは、こっちは、ピンクと水色の貝殻のやつにしました。なんか春夏っぽいね。そう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 、そんな感じ。で、コメントで、あの、物消しとか、そういう消しゴムの方がいいよってね、コメントもいっぱいいただいたんですけど、まあ、1年生の時とか2年生の時はね、そういうちゃんとしたっていうか、よく消えるっていうね、消しゴムちゃんと使ってました。なので、今回ちょっとね、最初だけ、冒険というかね、うん、違う消しゴムをちょっと使ってみようかなっていうことでね、うん、あとスティック型の返しなかったじゃん。なかった。あれね、ダイソーにありますよってコメントでね教えてくれた方がいて、今度ダイソー見に行こうか、うん、ね、ありがとうございます、教えていただきまして。あとこれリミが買いました。あ、そうね。それだけ、この消しゴムだけリミが買いました。多分そのローラーのところが消しカスをこう、なんかローラーにす中に入ってくるんですね。消しカスが取れる。で、リム開けていいよ。で、これがお家にあったギュロギュロ目のキャップです。ね、3個だけ持ってた、ね、黒と黄色とピンク、これも、でもそうすると9個持って、リミ大丈夫。消しゴム開けたの。うん、これね、超いい匂いだった。超いい匂いだった。下が、うん、消しゴム、うん、で、うん、上は消しゴムのカスタルやつ、うん、すごいいい匂いなんだよ。うん、何の匂いするの。お花の匂い。あー、なんて言うんだろう。いい匂いはいい匂いだけど、うん、何の匂いって言われると分かんない。分かんないな。うん、ね。うん。ん？滑り悪い？ちょっと滑り悪い感じ。大丈夫？これもう一個持ってて今使ってたんですけど、ガタ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 っていう。うん、そう。でこれ。タン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 でそう、うん、物によってちょっとあれなのね。よし、じゃあアップしよう。うちこれが一番好き。
ピンク系が好きなんだよね。これとこれが一番好きで、これとこれとこれ。入んない気がするけど、長すぎて。そうか。あ、本当だ。入りません。入りません。どうしよう、入んない。入んないね。じゃあ家でちょっと使って鉛筆を、それからちょっと短くしてからじゃないと。ただ今まで使ってた鉛筆を入れとく、入れて使う。リミ、まだちょっと長めでこれ。うん。リミかないらしい。うん。リミは青系が好きだよね。青系三個もあって、三個好き。なんかこれでもギリギリ。買えるぐらいの。そうか、それ消しゴムもついてるからね。これは入る。あ、これは普通に入るけど、これ消しゴムついてるから結構長くて、なんかほら使える感が。入れ入れ。入ったから。入るの？なんか使える感があるよね。なんか買った。じゃあこのさ、使ってた、今まで使ってたやつまだあるからさ。まだ長めだよね。うん。これならちょうどいいかも。これ今までね。あ、ちょうどなんか筆箱と色合いも合ってるんじゃない？そっちの鉛筆の方が。ね、それ今まで使ってたやつ。ちなみに、これね、筆箱紹介した筆箱で、その後ね、このね、ウィゴーで買った筆箱を使ってました。このプラスチックの。これね、よく落として出す子です。なんかね。歴代の筆箱。なんかすごい落としちゃうんだよね。うん。でもコメントでもね、この筆箱をね、落としそうっていっぱい書いてあったよ。うん、本当に落としてます。で、今入れたのが、マッキーと、履き方鉛筆と、あとね、2個、うん、消しゴムが2個、うん、でね、あと定規とまだ使ってない赤青鉛筆と、あとキャップ使ってないの3本と、あと鉛筆キャップ1個取れてる1個取れた。キャップ付きが5本。あと、ジロジロメンのジャッジ。いい匂いそれ。ブルーハワイの匂い。ブルーハワイか。ブルーハワイだって。え、ほんと？うん。かき氷のブルーハワイの匂い。え、そんなこんな匂いじゃないよ。いや、かき氷に乗せたブルーハワイの匂いがする。こんな匂いじゃないよ。こんな匂いだよ。こんな匂いじゃない。じゃあ今日は、3年生新学期からの文房具を紹介しました。バイバイ、また見てね。バイ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 。みなさんこんにちは、しばりみちゃんのしほです。はい、じゃあ今日はしほの筆箱紹介をしていきたいと思います。はいね、これね、今回はお友達と雑貨屋さんに行ったら可愛い筆箱があったのでね、自分のお金で買いましたね。じゃあ筆箱の中身紹介として中身を見ていきたいと思います。まず筆箱から紹介します。まずこんな感じで、ここになんかなんだろう、ジュースみたいな虹とかが書いてある模様があって、で上が黒ですね。で下は英語とか模様が書いてあります。じゃあ早速中見ていきましょう。あ、これ実は2段なんです。2段っていうのかな。
まず1段目、上の方いきます。まず鉛筆いきます。鉛筆がまず5本入っています。5本です。で、キャップは全部ギロギロ目のキャップです。じゃあ次は消しゴムです。消しゴムはお友達からもらった消しゴムです。まとまるくん、ちょっと今汚いんですけど、こんな感じです。じゃあ次は定規です。これもギラギラ。次は赤青鉛筆ですね。これもこのキャップがギュロギュロ目です。で、一段目最後は鉛筆削りです。たまに使っています。じゃあこれで1段目は終わりね。終わりです。じゃあ次、下の2段目いきましょう。まずマッキーです。こんな感じ、マッキー。じゃあ次は書き方鉛筆、これもギロギロ目。はい、汚いですが、汚いですが三角定規。で、最後は名前シール、一応学校で使うかもしれないね、名前シール。これ名前がちょっと見せられないので、見せられません。名前シール一応学校で使うかもしれないから、でも名前は見せられません。ということで、1段目に入っていたのが鉛筆5本と消しゴムと定規と鉛筆削りと赤青鉛筆でした。2段目に入っていたのが書き方鉛筆とマッキーペンと三角定規でした。あと名前ペン、名前ペンじゃなくて名前シールも入っています。筆箱を変えましたね、ということでした。何の書物です。これは、ね、すごいね、使いやすかったです。前のがこれでね、ちょっと大きくてね、なんかもったいないなと思って筆箱見てたらね、小さくて可愛いのがあったからね、使ってみたらとっても使いやすかったです。はい、じゃあ今日は筆箱紹介をしてみました。バイバイ、また見てね。バイバイ。バイバイ。みなさんこんにちは、スタリーチャンネルしほです。はい、というわけで今回はですね、ね、あのね、今月の3月まで使ってた筆箱なんですけど、こちらの中身をね、新学期から新しく使う筆箱にね、移し替えをしたいと思います。で、ここに並んでるやつは最新の可愛いグッズたちです。家にあったんですよ、うん、これもね、入れてね。そんなギョロめのは何？消しゴム？消しゴムじゃないの。何それ？あ、修正テープ。そう、こういうね、かわいい、友達とおそろっちで買った。へえ。今から移し替えしていきたいと思います。じゃあ前使ってた筆箱ね。それでもだいぶお気に入りだったんじゃない？うん、いいの？また戻るかもしれない、うん、また戻るかもしれません。それ良かったね。そう、すごい良かったの、ね、どこが良かったの？まず街というかね、うん、この開いて、うん、普通のこういう筆箱って開かないじゃん、うんうん、でもこれさ、開いてさ、これ置けるのよ。こうやってもね、あ、こうやったらこうなっちゃうけどさ、しかもさ、見やすいのこれ、こうやって見やすすぎなのこれ。そしてほら、こんな感じでね、すごい見やすすぎで、ここにポケットが入ってるんですよ。入ってるじゃないの、ポケットがついてるんですよ。だからね、ここに物を入れたりして、すごい便利なんですよ。
がパッて開くから、そう、まず取りやすいし、ポーンってできるの、ね、しかもピンクなの、私の大好き、うん、で、なんかスーツケースみたいな感じね、そう、可愛いんですよ。で、こっちがね、私の大好きなワザピンク、可愛い。この前あれだよね、閉店セールのお店で、そう、半額で買ったやつ、1000円ぐらいで、安くない？もっと安かったよ、1000円以下だった、本当？はい、こんな感じです。あ、中身見てない、中身は黒なんですよね、こんな感じ、真っ黒です。はい、じゃあ中身を紹介しながら入れ替えてください。はい、はい、まず、鉛筆たちです。私、鉛筆あんまりね、こちら鉛筆たちです。しおちゃん多くないって今言われたと思うんですけど、そう、多いんです。みんな5本でしょうんうん、7本です私。大丈夫なの？7本、うん、自由帳の夏と連絡帳とかそういうので2本使って、あと 5時間6時間で5本か6本使ってちょうどいいんです、7本が、うん、でもいつも余っちゃう、うん、こんな感じで鉛筆7本入れます。よし、次ね、消しゴムタッチです。私使ってたのがこれで、新品なのがこれ使いたいと思います。こっちはお友達からもらいました。はい、入れていきます。似てるでしょ、どっちも。だから顔がみんなピンク、似てるから、だから顔がいいって言います、うん、意味わかんない、自分で言ったのに意味。次、消しカスが、消しカスじゃないわ、汚っ、入ってる、汚っこちら、しょうがない、それはもう、これね、鉛筆削りです。これ福袋で、これ福袋でね、入ってたんですよ。だいぶ汚くなったね。そう、もう汚いですね。除光液で綺麗にしないといけません、うん、これを持ってきます。次に赤青鉛筆、赤青鉛筆、まだこれ使ってます。もうこれじゃないとダメなの、赤と青じゃないとね、もう赤青鉛筆って分からなくてね。ああ、なるほど、ね、これじゃないとダメなの。普通のね、可愛いやつもあるけどね。そう、赤と青じゃないとダメなの。迷っちゃうもんね、こうやってね、探しちゃうもんね。まだアイエロメ使ってます、うん、あ、動いちゃった。次、あ、マッキーペン、多分ランドセルの中入っちゃってるけど、もう一本あります。これね、学校でもらったんですよ、うん、ボールペンみたいな、これ、うん、絵描くときに使うんですよ。へ、学校でもらったの？そう、へ、図工の時に使う。そう、図工の時に使うやつで、もう一本マッキーあるんですけど、うん、それが名前ペン。そう、それが名前ペン。名前ペン今ね、ランドセルに入っちゃってる。そう、入っちゃってる。次、こちらママが買ってきてくれた付箋を落として真っ黒だね。そう、真っ黒だし、うん、もうね、落としてひびが割れちゃってるんですよ。ひびが割れちゃってるじゃない。でもね、その付箋は中は綺麗だね。中めちゃくちゃ綺麗なの。そう、いいよね、やっぱこのガードされるっていうのね、うん、いいんですよ。次、はい、定規たちです。すごいいっぱい定規あるね。なんか定規だけ持っちゃうの。定規好きなの？定規好きなの。で、うん、あとね、うん、こちら入れていきたいと思います。家にあって、はい、これ使わないよね。これだけやめとこう。まあでもいいんじゃない。修正テープ入れちゃおうか、うん、入れたいと思います、入る。おあと、マッキーペンだけ入れて、うん、結構半端だね。でも私、順番間違えたね。なんで？順番間違えた。なんで？まずさ、定規とかさ、こういう細長いのから入れて横に収納してから真ん中に鉛筆入れたの。鉛筆先に入れちゃったから広がっちゃった。でも前の筆箱の方が入ったのかな。入ったかもしれない。でもキラキラだよね。もう汚くなっちゃうかもしれない。私のこの手の汚さで。きっとな。はい、というわけで、あ、どうした？腰打った？なんかつつってきた。大丈夫？
私のね、新学期から使う筆箱にね、今使ってる筆箱の中身を詰めてみました。どうだったでしょうか。これが4年生になって初めて使う筆箱になるのね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。ね、もうちょっとか持ってっていいんだよね、学校に。まあ、それはまた考えて、ダメそうだったら抜けばいいし。そうだね、うん。まあ、先生によるよね、やっぱ担任の先生大事よね。大事。多分今の担任の先生だ、3年生の担任の先生だったらメモ帳 OK、 全然 OK だったと思うけど、4年生になって厳しそうな先生になったらちょっとそれはって言われちゃうかもしれない。やっぱね、先生次第だよね。先生がどうなるかまだ分かんないから、誰になるか分かんないから、てかクラスもまだ分かんないんだけどね。これずっと来るんだけど大丈夫？腰打った？はい、じゃあ始めましょうか。はい、ということで今回はですね、さっき言わなかった、言ったどこまで言ったか忘れちゃったね。じゃあそれではバイバイ。それではバイバイ。みなさんこんにちは、しおにいちゃんだしほです。はい、というわけで今回はね、前リミの動画を見てくれた方はわかるんですけど、リミがねこちらの筆箱を紹介したわけです。中身を見たいか、見たい方はぜひ飛んでください。ちょっといいの飛んじゃって確かに。この後しほちゃんのために、この後しほちゃん、しほちゃんしほちゃんしほのね紹介しようと思って同じ日に撮ってます。はい、ということでね紹介していきます。はい、やばいですよ私の中身。やばいですか。やばいですよ、ちょっと中身見た感じ、いきますよ、うん、こんな感じ。うわぁ、汚なぁ汚なぁ、なんか少なくない、気のせい。これ大きいから。結構シンプルだね。そう、よく気づいてくれた。っていうかさ、しほちゃんのさ、クラスの先生がちょっと厳しいよね。厳しくないよ。一個だけとかさ、厳しくないよ。なんで、これが普通だよ。そうなの。だって二つやっちゃいけないんでしょ。入れちゃダメだよ。なんでダメなの？わからない鉛筆はなんで7本いけないの？6本まで。なんで6本までなの？学校のルールっつった。学校のルール。でもりみちゃんのは別にいいって言われてるよね、うん、学校のね、ルールの表があるのよ、あそこ見せて。ほら、ここにね、5本から6本だし、ここは1個って書いてあるでしょ。だからそうなの。へえ、なるほど。まあ余計なものを入れないようにってことなのかもね、うん、まあそれはそれでね。確かに入学式の時とかの説明では5本から6本っていうふうに説明はあるけどね。ある、うん、やばい、ルール守ってない。でもりみちゃんのクラスはいいらしいですね。から少なく見えるのかもしれないけど。そうだね、だから少なく見えるのかもしれない。でも決まってる学校も多いだろうね、鉛筆何本までとかさ、うん、これとこれしか入れちゃいけないとか。多いかも。うちもさ、だいたい決まってるじゃん、鉛筆5本から6本、うん、まあ、消しゴム普通1個、定規1個、うん、赤青鉛筆、うん、名前ペン、名前ペン、これがだいたい基本だよね、うん、基本、うん、その中に、うん、私は、うん、鉛筆削りと付箋と、うんうん、あと今日っていうか宿題で星の観察があるので、うん、方位地震を持って帰ってきたんですよ。方位地震最近よく入ってるんだよね入れたいいね、これ筆箱に入るからいいね、うん、ハサミとかも普通にこの大きさ入るんですよ。ハサミ入れてもいいの。いいんだよ。あ、ハサミはいいんだ。いや、なんかあのまあ曖昧だね、まあその辺はね。入れたことあるけど怒られなかった。うん、じゃあね、早速中身を紹介していきます。はい、まず無難な鉛筆からいきますね。あ、あれなんだね、タップしてないんだね、しょうちゃんは。うん、へー、意外。あれ、あれ3本しかない。あれ、あれ5本あったはずなんだけど。3本しかないじゃん、だから少ないんだよ。え、あ、でもギョロメの鉛筆1本お友達にあげたって。6本入ってたんですよ。で、友達に1本あげて5本、ん、違う、5本入ってたの。そうそう、これ実は紫1本買ってて、友達にちょうだいって言われたのであげたんですよ。あげて、あとこれ友達とおそろ、ここ取れちゃったんですけど、これね、これ、あ、取れちゃったんだ、それこれ取れちゃってね。
この友達のおそろ。あと黒いの2本入ってたはずなんだけど、なんとなく予想つく。1本はランドセルの中で、1本はあの筆箱、あの引き出し。汚い、ちょっと3本しか入ってませんけど。ダメなんだよ、5本から6本だからね。3本じゃアウトだよ。少なくてもダメなんでしょ、だって、うん、ダメじゃん。もうダメだし、黒いわなこれ。で、だってさ、だって一つはランドセルに入ってるよ、多分。ランドセルに入ってるって、なんでランドセルに1本だけ入ってんの。あ、入ってた、ほら。なんでランドセルに1本だけ入ってんの。1本入ってました、これ黒いのあって、それフライングタイガー、フライングタイガーで買ったやつ、ウニちゃんとお揃いのそう、お揃いのやつなんですけど、これをランドセルから今取り出してきたやつ1本と、あと引き出し、学校に引き出しがあって、そこに1本入ってるんで、多分多分ってところがね、怪しい。はいはい、というわけで今4本ということで、うん、出してきます。はい、次にね、マイネーム、これコストコで買ってきたんです、ママが。本当はワイワイで買ったんだよ、これじゃなくて100均で売ってる、ほら、あの、あー、はいはいはい、わかる、なんか前買ったよね、1回前さ、あの目隠し選手権みたいな、あー、あれで選んだやつ、うんうん、あれが良かった。目隠し選手権、テレパシーでしょ。テレパシーチャレンジでしょ。何目隠し。目隠しチャレンジ。そうだね、でもじゃあそれがなくなったら、そう、コストコで買ってきちゃったんで、めっちゃいっぱいあるんですね。そうそうそう、でも名前ペンはほんと使うからね。はい、次にね、ルーラーです。なんで急に英語ですか。前の動画見てルーラーって言ってたから。あ、そうなんだ、前の筆箱紹介の時も言ってたの、うん、さっき見て筆箱同じだったのを確認した時に見たんですよ、ルーラーって言ってたの。前の前回もまたねやってたんだよね、この筆箱紹介、同じの、でも中身がちょっと違うのでやってみました。多分全部違うと思います、うん、これはね、これ定規で文具女子博で買ったやつで、ここが三角になってね、これ引きやすいよね、なってて三角なんですよ。なんか動画じゃ分かりづらいかもしれないけど、いや、分かるでしょ。めっちゃ良くないですか、これ。これはね、引きやすいと思う、ママの。この三角は。めっちゃいいんですよ、これ。だからね、今日の好きな蛍光のピンク選んでね、なんか、勉強力アップ。本当？それは違うと思うけど。それは関係ないよ。使ってます。次にね、こちらの赤、青、黄色、色鉛筆です。あれ、黄色入れていいの？まれるダメだし、ダメだ。あれ、さっき赤と青しかダメって言ってなかったけど、なんか黄色入ってる。違う。ダメなんでしょ。ダメだけどね、うん、先生に見つからなければいいのよ。そんなのダメじゃよ。先生に見つからなきゃダメ。いいところ、学校のルールではやっぱ5、6本ってで前抜き打ちされたの、先生に。あ、これからあの筆箱出してくださいみたいな、重ねて出して、今から数を確認します。じゃあ、でもその時に言ったのは鉛筆の数と消しゴムの数だけ。うん、全部。へ、うん、じゃあ黄色アウトじゃん。黄色アウト、もし抜き打ちテストがあったら黄色アウト。うん、そこ、その時は引き出しにこう入れて。ああ、ダメじゃん。そんな悪いことしたら、この動画先生見てるかもしれないよ。見てない、見るわけがない。わかんないよ、たまに見てるって言ってたよ。いや、見るわけがないから大丈夫。なんでところで色鉛筆から抜いた3色なの。あのですね、忘れてしまいまして、あの宿題で赤青鉛筆こう出して丸付けしたんですよ、うん、そして机に置いたまま学校にこう持ってってしまってなかったわけです、うん、だから赤青鉛筆と色鉛筆からこう出して入れて、赤青鉛筆の代わりとして、そのままそのまま。
じゃん。黄色はあのノートで使いたかったんですよ。最近可愛いノートを目指せて色を使うようになったの。それはいいんだ。ノートに黄色を使うのはいいんだ、うん、色鉛筆だから、うん、学校に置いてある色鉛筆の中の一色として使うからいいの、うんうん、なるほど。あと鉛筆削りです。前もゲロ目の鉛筆削りだったんですけど、コンパクトになりました。はい、そうだね、まあ大きかったね。可愛いでしょ、これ。この色合い可愛くない？ピンクと青っていう、めっちゃ可愛い。あとこちらもピンクと赤、赤じゃない、ピンク、ピンクとピンクじゃない、ピンクと水色でしょ。ピンクと水色の大丈夫ギャロメのピンクと赤、消しゴム、これお正月に買ったやつ。そう、みんなギャロメシリーズはみんなお正月に買った。あ、そっか、可愛いでしょ、使いかけだから。消しゴムね、今まで違う色か。あ、でも前回紹介した時は小とリミで一緒なのマーブル。あ、そうだよね、使い終わっちゃったね、それ。うんうん、はい。あとさっきも言った方自身、あ、裏名前書いてあるんで、うんうん、4年1組って書いてある、司法って書いてあります。はい、あ、裏名前書いてあるんで、うんうん、4年1組って書いてある、司法って書いてあります。はい、でラスト、うん、これなんだと思いますか。これ動画で出てきたよね、買い物してる時。きっとも見て、見てください、これ付箋なんですよ。すごくないですか、これだけじゃないんです。可愛くないですか、これめっちゃ可愛いと思いません？友達に汚れた？あ、汚れた、これ付箋あるあるだよね、筆箱に入れとくとちょっと汚れちゃうという。もうダメだ、これ終わった。でも上だけでしょ上だけだけど、この付箋終わったわ見て、ここ何？汚いけど、汚いから終わったわ、筆箱だって終わったわ。してないしね、鉛筆にね、うん、汚っ、ハスがすごい。どうしてさ、筆箱、あの、失ないことにしたの？キャップがないから。前、ギョロ目の使ってたじゃん、前回筆箱紹介した時、うん、キャップどうしたの？どっかやっちゃった。どうした、しほちゃん全部どっかやっちゃったの？3本ぐらいそれは5本、あの、10本ぐらいあって5本なくしちゃって、で、もう5本を音楽の方に持っていっちゃったの。そしたらなくなっちゃったわけ。音楽の方にキャップを使って、キャップ、黒目のキャップ使って。え、だって音楽はさ、毎日あるわけじゃないじゃん。うん、しかもね、音楽の授業使わない、ほぼ。じゃあ、たまに鉛筆1本使うぐらい。え、じゃあどうしてさ、音楽の方にそんなちゃんとしてさ、普段使う方がこうこう。でも音楽のやつも、マッキーペンとか使わないの。使わないと思って。あ、でも、でもやばい、なんか音楽の方ちゃんとしすぎかも。なんで？で、鉛筆削りとか、うん、新品のまだ一回も使ってなくて、うん、変だでしょ。変だよ、最近変だよ、しょぼちゃんやん。あのね、高熱がね出て1週間ぐらい学校休んだ時、去年末頃あったと思うんですけど、11月の末にお熱が出て、まあ、12月の上旬はねずっと学校に行けなかったんだけど、なんか熱が出てからねちょっと変なんですよ、しょぼちゃんがね。学校でもさ、変わったって言われてるでしょ。三人格とか呼ばれてるどうしちゃったんだっていうぐらい、なんかね、今まではなんか、何だったらいい、はい、はい、言っていいですか、はい、1から3年はほぼ陰キャだったんですよ。慣れてなくて、学校に慣れてなかったの。3年間も通って、3年間通って慣れてなかったんですよ。で、いやいや学校だったんです。4年になって一気に妖怪な、一気に妖怪になりまして、やばいよえ、3年も陰キャだったの？うん、3年もいやいや学校行ってたの？3年は慣れてきた方だけど、どっちかって言うと嫌だったんだ。へえ、意外な過去だね、うん、それ知らなかったもん。ほんと1、2年はなんか
か、まあ、結構静かだなと思って、静かなんだろうなと思ってた。だって先生が心配してたもん。家でもこんな感じなんですかって。もし家でもこんな感じで過ごしてたらきっとなんだろう、窮屈っていうかさ、だろうなと思ってたんで、家では普通に過ごせてるならよかったですって先生言ってた。だから先生も思ってたんだよ、しおちゃんが学校でこうお利口さんに過ごそうっていう何感じで日々を送ってるってことを。そうです、気づいてたの。私1年の頃目標の人がいて目標の人、うん、忘れ物ゼロで、うん、テストめっちゃ成績良くて、うん、全てが完璧な人がいたの。へー、女の子で、うん、この人を目指してたの。へー、体型とかじゃないよ、うん、なんか普通に勉強で、うん、先生に頼ってもらえるような人になろうと思ってたの。んで、ずっとなんか礼儀正しくずっとこう静かな、ずっとこう友達もあんまいないでずっとやってたわけです。ね、3年の頃にその人と別れたわけですよ、クラスが。だからちょっともう、うん、あ、やる気がやる気なくなっちゃって なくなっちゃったんだ。ちょっと慣れたというか、ちょっと、うん、陽キャに近づいてるから、うん、でもまだ陰キャみたいな感じだった、うんうん、へえ、うん、今はもう爆発的にもう陽キャなんだ。でもさ、4年生もさ、そのなんかすごい爆発したって感じになったのはもう12月ぐらいからじゃん、うん、その熱が出てそこから学校に行き始めてからなんか変わったなっていう感じなのよ、ママで。うん、みんなもそうだよ、多分。でしょ、うん、だって、4年生になってから4月からさ、12月まで長かったじゃん。4、5、6、4、8、9、10、11、12って、9ヶ月間もあったわけじゃん。まあ、9ヶ月間は、3年よりかは陽気になったよ。うん。クラス変わってテンション上がって、もうファーで。なんで急に熱を境に爆発しちゃったんだろうね。それは分かんないでしょ。4年生になって学校が好きになったわけですよ。うん、もう行けないって思ってる。ああ、1週間学校に行けなかった。みんなと会いたいな。あ、そこで1週間学校に行けないことを経験したら急になんか学校って学校楽しいんだって思ったんだ。そう、友達と会えないってこんな苦しいんだみたいな。うん、なるほど。だからね、私が私3学期で休んだ人全員かわいそうだなと思って、1日休んだだけで、あ、友達にないなんて才能だなみたいな。用事か、かわいそうに、あ、かわいそうみたいな。へえ、1日休むだけでも、うん、かわいそう、友達に会えないって本当にかわいそうね、へえ、めっちゃ思うんですよ。本当に友達って本当にいいなと思って、改めて。へえ、なるほど。笑顔大事なんだと思うんですよ。うん、今頃気づいたのそれ。うん、4年になって今頃陰気より陽気の方が人気が出るって思って。人気が出るってどういうこと？友達から。そうなの？女子の友達からめっちゃなんか疲れそうだし、あとなんていうの、改めて友達とか学校の素晴らしさを知ったというか素晴らしさをしたっていうか、そんな感じで、うん、一気にグワンって、へなってわけです。なるほどね。てん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 映ってる？しおちゃん全部多分映ってると思います。見て見て見て、みんなこのね、ニベアのね、薬用リップめっちゃいいんですよ何回言ってんの動画で。このね、この灰色、茶色、変な色なんですけど、この色のバニラの香りはめっちゃいいです。白も持ってるんですけど、白はなんか匂いがないんですね。あ、いい、まあ、まあ、色ないって思う色も。へえ、そうなんだ。こんな感じです。はい、もう終わりましたよ、私。ね、もう終わったね。空っぽですよ。うん、少なくね。何が？中身？うん、うん、少ないけど、しょうがないね。よくないよね。鉛筆3本しか最初なかったしね。そうだね。うん、うんうん。まだ宿題やってないんで、今日の夜になりますか。
星の観察しなきゃ。星の観察で終わりなんです。ドリルとかないんですよ。夜にしかできなくてめんどいな。これ友達とおそろめ。オッケー、終わりました。私の筆箱の中身紹介が、はい、どうでしたでしょうか。なんか意外な話になって長くなっちゃいましたけど。早くなったね。どこまで使われるかで、使われるかですね。はい、わかりません。謎です。謎の謎です。編集してみないとわかりません。わかりません。はい、まあ、はい、とりあえずしほちゃんダメ出しが今回は多すぎたなという。なんかそう、性格がこうなんだろう、ちょっと陽キャっていうか、ちょっと変わったなって思った、イコールちょっと筆箱の中身もなんかこうにじみ出てるなっていう、ダメ出しがかかるぐらいになってるなっていう感じがしました、もの的に。私前の動画、前の動画すごく去年でさ、全部キャップついてたしさ、ね、まあ、過去の動画ね、見ていただければ分かる通りね、結構真面目に綺麗だったんですけど、今日見たらびっくりですもん。あ、はいはい、今のあのランドセルの中見てみ。やばいよやばいよ、今もうそこにね、プリントだらけよ。え？そこにプリントだらけ。やばいじゃん。ティッシュとハンカチもめっちゃ落ちてる。ちょっと、もうダメじゃん。放送できない。放送できなくない？それが巣だったの？それが巣だったの？そうなんだ。じゃあ今まで我慢して頑張ってきたの？今まで目標の人を超えるために頑張ってたわけ。別にそんなのを超えなくてもいいやってなったのね。うん、自分自身をそう出して、うん。そう出してみんなに好かれる方が自分にとっていいかなと。先生に好かれるよりも友達に好かれた方が良くないって話。そうだね。うん。はい、終わりにしましょう。